2023年3月26日、広島瀬戸新聞です。号外でございます。今日はですね、広島地方、尾道市とかね、竹原市、福山市方面、大雨注意報が出ております。あと愛媛県、大雨警報出ているところありますので、警戒をしていただければと思います。今日はね、日立造産、広島県内にもね、事業所ありますけれども、触れますけどもね、ここでのね、27歳の社員の方がね、タイで実施された例で、精神疾患を発症されていたということでね、精神疾患によるね、実施をね、労災と認定されたというニュースをね、お伝えしたいと思います。まあ、事件の概要をね、申し上げますとね、まあ、27歳のね、社員ですね、この方のね、日立造船の社員の方がですね、男性社員が、海外赴任先のタイでね、実施されたのは、慣れない業務による負担、そして上司にね、より厳しい指導等が原因だということで、精神疾患ということでね、労働基準監督署からね、労災に、ね、認定されたということです。上田由紀さんという方ですね、27歳。まあね、2021年4月に、タイの工場でね、高さ30メーターの位置から転落をね、されたということで、労基署からね、今月ね、労災にね、認定されたということでね、明らかにはされています。うん。ただ、ゴミ焼却発電所の建設プロジェクトでね、なかなかね、コロナの影響でね、事前の研修もないなしですね、途中で、ね、派遣期間も延長する、専門外であるね、運転業にも当たったということでね、まあかなりね、厳しく指導されるということもあったりしたということでね、まあ心理的な負担から精神疾患をね、に、されたということです。本当、ただまあ今までね、こういう例で、なかなかね、精神疾患で、労災認定というのはなかなかね、なかったんですけどもね、なかったというか、かなり厳しかったんですけどね、今回ね、認定されたということです。まあ、本当、皆さん、ね、心から哀悼の意を表しています。お母様にはね、お悔やみ申し上げますけれども、本当なんていうかな、こういうことね、起こしちゃいけない。まあ、一方でね、きちっとね、労災に認定されたということもね、一つのね、前進というとね、あれですけどもね、まあ、こういうね、事態をね、まあ、本当、まあ、会社もね、まあ、他の会社もそうですよ。広島県内で言えばね、内城郷先生のね、裁判なんかもそうです。高裁でもね、不当判決を立てることありましたけどね、同様のね、例はね、県内でも起きています。そういった意味でもね、まあ一つ、対策の、前進となればという思いがね、私はね、するわけです。まあこういうことでね、あれしない、ほんとね、対策への前進、進めばなという思いはね、あります。なかなか、まあ、ね、こういう例がね、この例で、まあ、認定されたということは本当に、それだけは本当に、まあ、歴史的に、画期的というとね、やっぱりなんですけどね、まあ、本当にとにかくね、こういうことは起きないように、まあね、まあ、労使ともにね、取り組んでいくということもね、大事だと思います。まあ、県内にもね、事業所さんね、日立造船ね、尾道市内ありますけどもね、うん。まあ、ぜひね、しっかり取り組んでいただければというところをね、申し上げまして、またね、こういうことでね、やっぱり亡くなられた、ね、方も多くおられます。やっぱりきちっとね、労災認定をね、されるようにね、まあ、しっかり、国が基準を改めるとか、まあ、引き続きね、していただきたいということをお願い申し上げまして、私からね、本日のね、今朝の放送を一旦終わらせていただきます。最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。